レクサスイズ・レクサスイズ・ F ・イズ・ F は、トヨタ自動車が展開する高級車、ブランド、レクサスから販売されていたスポーツセダンである。イズ・ F は、基本性能を徹底的に鍛え込むとともに、走りの新技術を備えることにより、レクサスの新しいパフォーマンスを提案するというコンセプトのもと、レクサスの中型 FR セダン、イズをベースに開発されたスポーツモデルで、 F の名を冠する同ブランド初のモデルである。トヨタ自動車全体としても、大廃棄量の本格派スポーツモデルとしては2002年まで生産されていたトヨタスープラ以来となり、またハイパフォーマンススポーツセダンとしてもトヨタアリスト以来となる。日本では2007年10月4日に本モデルの発売が正式プレスリリースされ、その発表会は、 生まれ故郷といえる富士スピードウェイで行われた。その席上には、イズ F の開発にも関わっていた、トヨタ自動車代表取締役副社長のトヨダアキオも出席し、自らも運転し、イズ F のパフォーマンスの高さを披露した。そして同年12月25日に、日本国内で、後に、北米、ヨーロッパ、オセアニアでも販売が開始された。2011年モデルからは、 韓国、台湾、中東でも販売されている。ベースとなったのは、イズのセダンであるが、時速 300km オーバーでも安定した走りを実現するために、改めて空力チューニングが施された。エクステリアは、ヘッドライト、前後ドアトランクルーフパネルを除く、ほぼすべてが作り直され、特にフロント周りは、大型の V 型8気筒エンジンを搭載するために、 オーバーハングが若干伸ばされ、さらに、ヘッドとの干渉を防ぐためボンネットが盛り上がっているのが特徴である。またエンジンの冷却性能向上のため、フロントフェンダーパネルにはスリットが設けられている。そしてより強力なダウンフォースを得るため、伊豆海鮮用設計のリアスポイラーや、アンダーパネルのほか、レクサスのスーパーカーである、ルファのエキゾーストをイメージしてデザインされたという、 特徴的な4本出しのリアディフューザーを装備し、超高速走行時の直進安定性を高めるのと、同時に、スポーティーなエンジンサウンドを実現した。メーターベースの、伊豆から大きく変更になった箇所はないが、10mm ほど座面を下げ、サーキット走行にも耐えうるように、サイドサポートが大きく張り出した、伊豆海線用スポーツシートを前後に装備。また、専用素材を使った、 センターコンソールパネルや F のエンブレムが入る専用ステアリングホイールに、イズ海専用の時速 300km のフルスケールメーターを装備し、ベース車であるイズとの差別化を図っている。エンジンルーム同ブランドのフラグシップである LS600H に搭載される V 型8気筒、に u r ス姿エンジンをベースに、トヨタ自動車と ヤマハ発動機が共同開発した専用スポーツユニットである 2URGSE 型エンジンが搭載されている。エンジン形式名にスポーツ向けの仕様であることを示す記号 g を冠するのは7代目セリカなどに搭載された2 w z e t g e 型以来であり V 型及び8気筒以上の大排気量エンジンとしては初となった。このエンジンは 他の UR 型エンジン同様に、島内直接噴射とポート噴射を組み合わせた DE-4S が採用されるほか、スポーツ走行に対応するため新たに通常のオイルラインに加えて、各バンクのシリンダーヘッド左右両端から強制的にオイルを回収するスカベンジポンプを採用している。これにより高い旋回 G が生じた時のヘッドからのオイル戻りを改善し、 ウェットサンプながら安定した油圧を確保している。同弁形では、吸気、排気ともにハイリフト化し、吸気バルブには、シタンバルブを採用している。また、支持合成工場のためにカムジャーナルをボアセンターに、ロッカーアームのラッシュアジャスターから固定ピボットとするなど、高回転域を多用するスポーツ走行を重視した変更が行われた。その他、 吸気系統も専用設計されており、2UR フスに比べ、サージタンクを小型軽量化、吸気ポートを交流量仕様にするなど、レスポンスと高回転時の吸気効率を向上させ、スポーツユニットにふさわしい、鋭い、吹け上がりやエンジンサウンドを奏でることに成功するなど、極限まで性能を追い求めた、レーシングエンジンに近い新世代のトヨタ、GK スポーツユニットである。 最高出力は3 1 1ット、6600rpm、最大トルクは5 0 5トル、5200rpm を発生し、0から1 0 0トル、加速は5.1秒、最高速度は時速3 0 5キロメートル。トランスミッションには LS460 や GS430 に搭載される8速 AT をベースに イズ F 専用のセッティングが施された8スピード SPDS が採用されている。この8スピード SPDS は2速から8速までのすべてのギア弾でロックアップされトルクコンバータのオイルを介さずロックアップクラッチが直結することでエンジンの回転力をメカニカルに伝達する。またセンターコンソールに設けられたシフトノブかステアリングに装備された。 パドルシフトでシフトダウンした際には瞬時にエンジン回転数を上げてシフトダウン後のエンジン回転数を同期させるグリッピングコントロールが採用されておりシフトチェンジした際のタイムラグは0.1秒とフェラーリ 599GTB フィオーラノと同等の数値をマークするなど世界トップクラスのギア変速スピードを実現しているトヨタ自動車製の市販乗用車としては 初の採用となる、イタリアのブレーキシステムメーカー、ブレンボーと、フロントに、対抗6ポットリアに、対抗2ポットのアルミモノブロックキャリパー、そして高摩擦ブレーキパッドを採用。強力なエンジン出力に対応し、サーキットで周回を重ねてもフェードしにくい、ブレーキシステムを構築した。そして、豊高い位一でもパートナーを組む BBS と、共同開発したインチ。 軽量単造アルミホイールを採用。フィンタイプのこのホイールはブレーキの排熱を走行中に効率よく排出できるよう左右で回転方向が指定されており、さらに前後異サイズということもあり4本すべてが専用品というのも特徴である。フロントに225、40R19、リアに255、35R19 の専用鋼。 性能スポーツタイヤが装着される。2009年7月に発表された2010年モデルからは、トルセン l s d を新採用し、トラクション性能がさらに向上している。2000年代前半、レイクサスは、ブランドの新たなる方向性を模索するため、コンパクトセダンのイズをベースとしたハイパフォーマンスカーを企画した。その概要は、初代モデルのイズ300に、 GS430 の部位があった8気筒エンジンとスープラのゲトラグ製6速 MT を組み合わせ、イズに換装するというものであった。イズ430プロジェクトと名付けられたコンセプトカーの製作にあたっては、当時トヨタブランド車でモータースポーツに参戦するなどトヨタとの関わりが深い、レーシングドライバーのロッドミレンが中心となり、外観デザインは、 北米随一のカスタムカーデザイナーであるチップ・フースが担当。技術面ではこちらも北米随一の技術力を誇る XS エンジニアリングが担当した。また、最終的な車両の走行試験とセットアップに関してもロット・ミレン自らが行っている。こうして、車両の完成後、レクサスは、イズ430を、当時のニューヨークモーターショーやセマショーなど北米の 主要な自動車イベントに出品した。また展示だけにとどまらず、イズ430を一部のモータージャーナリストや、レーシングドライバーにも、市場の機会を与え、本車両の持つパフォーマンスを体感させている。また、同時期、ヨーロッパでも、イズ430と同様のコンセプトで製作された、試験車両が製作され、ニュルブルクリンク等で、テスト走行が行われていた。その後、 初代イズの生産終了までイズ百三十の市販化は実現しなかったものの後に日本にてこのイズ百三十の手法と同じく初代イズに V 型八気筒エンジンを搭載した先行開発車両が製作されたそして本車両が後のイズ F へと繋がっていくのだがもともとスポーツセダンとしても開発された初代アルテッツの程よいパフォーマンスを引き出し かつ、アルテッツァの、さらなる将来性を提示したコンセプトは前述した、イズれふへの布石であったとも捉えられる。ありがとうございます。